はい、どうも皆さん、こんにちは、ぶち TV です。というで、今回もウィニングレブンアプリ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあ、フィーゴの、ガチャ来てるんですけれども、このフィーゴガチャと一緒に来てるイタリアリーグのガチャですね。はい、こちら、まあ、ボリューム4ということで。もう結構見たし、おもち TV の方でも、このガチャの当たりランキングとか、上げてるよ、上げてるんで、まあ、多分、見てもらえればね、どんな選手が当たりなのか。当たりランキング上げたかな、イタリア上げたと思う。上げた？うん、上げたね。っていった感じなんですけれども、まあね、本当に結構地味にこのガチャって実はまあまあ当たりガチャというか、イタリアは金の選手がめちゃめちゃすごい大当たりが多くて、まあ、そのクリバリタマナラスが当たるガチャですよみたいな。それマンジュキッチもいるし、そのなんだろう、他のリーグ、まあ、もちろんスペインとかもめちゃめちゃいいんだけど、イタリアも相当良くて、そうだね、まあ、金っていうか全部の選手合わせて守備最強2枚、いやクリバリマナラスが、まあ、ゲットできるっていう時点でもうかなり、そうだね、しかもまあ金なんで、まあ、その部分でもなんかちょっとお得じゃないけど、はい、まあ、そういうところがあるのかなと。まあ、やっぱり、スカウトとかで取ろうと思っても、ね、30まで上がらないっていうのがあって、はい、まあ、どうしてもエージェントさんが欲しいっていうのがあるんで、うん、まあ、ここら辺でゲットしておくのは十分ありなのかなっていう感じで、はい、まあ、おもち TV の方でもね、あとボーナス選手がブッフォンと、ブッフォンとね、カジアホンが来ると今回のイベント多分全員揃うんで、うん、ちょっとそこら辺も狙いつつ、そうですね、いきましょう。まあ20回ぐらいかな。まあボーナス選手が出てほしいかなっていうのと、そう、あとはもう金のね、あ、ストロートマン、ストロートマンね、ストロートマンかー、この前いましたけども、まあもうね、まあ出しましたよね。そう、もうスカットは組んであるんで、はい、もうね、全員終わりになってるんで、あとは本当に欲しい選手を狙うと、うん、言った方でもだんだんね、やっぱり 18B の選手も増えてきて、はい、もう結構イベントのやつ組むと大体いるんで、もう選手は、うん、銀で誰がいたかな、はい、お、分かりやすくフィーゴのガチャだとレナトちゃんサンチェスがいるんで、うん、分かりやすくドアタリがいるよね、銀に。でかいな、あ、2回転シュート来るって、どうだろうな、まあ本当に金玉の2人引けたら最強なんだよな。今日はちょっとビッグニュース多すぎてね。まあそうやな、あ、ホジッチ辞めるとか、西野だっけ、西野が、おいカジャホンかブホン、ベッテンス、バンバン、あー、インシーヌね、結構来るな、はい、いいよロレンツォ、また新しいジャパンに変わるという、ね、西野ジャパンか、まあ、なんか確かにヤンヤンね、うん、その多分まあこの時期変えるあれどうなんだとか思うけど、うん、まあでもあれだからね、やってみないと何と見えないとこあるから、まあ、もしかしたらめちゃめちゃ良かったかもしれない、うん、かもしんないし、まあ、もしかしたらめちゃめちゃ悪いかもしれないんだけどまあなんかね、楽しみというか、そうそう、うん、まあそこら辺はね、どうなんだろうみたいな、サポーターやからね、うん、はい、サイドバックこれでなんか結構またちょっと楽しみというかね、まあなんか例えばあれだよね、今まあハリルがよく使ってたメンバーが変わったりとかするかもしれないし、そうなのかな、どうなんだろう、なんか分かんないよね、あのね、ワールドカップの日本代表における関心レベルでいうとさ、うん、なんか上がったね、まあ、なんかどうなるんだろうこれからっていう、そう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 、あれは変わったけどね、なんかおおみたいな、だからあれね、岡崎とか、うん、また復活すんのかとかね、武藤とかさ、あ、なるほどね、の選手が絡んでくるのかとか、はたまた J リーグの選手をまた使うのかとかね、どうなんやろうっていう、西野監督のサッカーでもやっぱりガンバの時からすごいいいサッカーしてたから楽しみではあるけどね、個人的に好きなんだね、うん、結構好き、ヤットさんも、ヤットさんも復活あるかな、ヤットさんは、ヤットさんどう、最終兵器として、ヤットさん後半15分だけでもどうですか、ヤットさんだと二川さんね、あ、二川さんもかなり弱かったからな、好きだったもんね、さあ、トレーダーに転身、まあでもあと1ヶ月ちょっとぐらいだもんね、ワールドカップ1ヶ月、いや2ヶ月ぐらいか、6月14、あ、まだあるか、14日だからまだ、まあまあでもどうでもやるの選手たちだからね、そうそう、別になんか、まあ、別に選手たちが、うん、まあ俺でも結構なんかどうなるんだろうっていう楽しみっちゃ楽しみだけど、ね、まあなんかワールドカップなんて泥道ね、出たとこ勝負的なとこあるじゃん、そうそうそう、一発勝負だし、まあ、いくらね練習試合とかの結果出てもね、うん、なんか今なったかな、え、あ、なんか、ね、出れるってことを楽しんでいきたい俺は、そうそうそう、そして来年にはなんか枠が増えるんだってアジアの、どうなの、噂あるよサビの、ね、そんな話もあるんだよね、なんかアジアの枠が増やされるっていうね、受けるね、なんかフィファさんがね、うん、がトレーナーです、いろいろね、またちょっと今年はね、6月楽しみだな、楽しみ楽しみ、まだ5月の末にウィーデのね、うん、その
1周年がありまして、でそこからもう、そういうことあのワールドカップなんか、ワールドカップの特別なガチャも出してほしいよ、俺は。いやー、だからねー。なんかワールドカップで活躍した選手をさ、まとめたさ、ボックスドローでも最後出してくださいよ。そうなんだよねー。そういうの期待してますよ。どっちかっていうとね。まあ確かに。ウイレやってる身からすれば。まあそういうことだよね。10年終わったんですけど。はい。まあでも1個来たね。まあ1個ロレンツォ・インシーネ。まあボックスだから、減ってはいる。ロレンツォ・インシーネよく来るな、俺。もう何突 ?3 ぐらいかな。ここで俺はブッフォン当てちゃうからね。ブッフォンかカジュアフォン欲しい、ね。まあそれかあとはもうほんと、まあマドラスとかね、マッチ。ワンタッチ。まあフィーゴも欲しいっていうのはあるんだけど、まあでも、ユーテっていう、まあうね、まあ、ちょっと興味本位で使いたいぐらいだからね。ぶっちゃけ、ロベカルの方が欲しいな。バチャーみたいな。バーチャーで銀をやめてよ。なんかでも、あれだよね、フィーゴっつったらシザースじゃん、うん、あれやりたいけどね。いやなんかその、ただしあの、シザース買ってわけじゃないからね。そうなんだよね、だからあの独特のタッチとかがさ、やっぱフィーゴ特徴だから、ドリブルがリズムとかすごい独特だったから、ああいうのがなんか再現されてるのかとかちょっと気になるけど、ルーコスタ出てくれればね、もうちょっと欲しかった俺は。マネル、はい、さあ20年で来る、はい、横横横横横、カム、あ、ペリシッチか。よく来るな。見たね。これ出た。もう出てます。はい、さあ、トレーナーに。まあ、これもかなりいい選手なんですけど、うん、イベントとかで結構やっぱ使うと、結構いい選手ですけどね。カジホンが欲しいっていうね。俺ね、ムカキアカの方でカジホンゲットしたんだよ。あんまり。それ17の時。ちょ、惜しい。ずれちゃえ。あります。ブホン、おお、てかね、ブーボン B 持ってたんだけど合成しちゃったんだよね。何やってんの、だからこれ取っとくわ、もう、うん、うん、だからまたこうやってイベント来るから、よし、言ったじゃん、もう引くって、うん、しかもブーボンって一番上だよ、イタリアガチャで。やったー、ブーボンね、なんかね、最初使ってたんだけど、うん、謎に止めない時期がありまして、そう大会とかでね、なんかやってたら、え、ブーボンとかセーブを一切しないぞみたいな感じになっちゃって、ね、まあ、いるだけみたいになっちゃってるね。ちょっとね、あれだったんだけど、まあでも好きな選手ですね。いや、かっこいい。まあ普通に、うん、キーパーとしては、黒のキーパーとしてはかなり優秀。雑誌に載ってそうだもん。そう、優秀っちゃ優秀なんだけど、ちょっと ね、 あの、まあ、だからあまりにもね、出てこないんだよね、前に。あー、そうだね、1位いるのよ。今なんかその個人的にノイヤ、ノイヤ、ノイヤいいなとか思ってたけど、そうだね、ノイヤ、クルートワ、ね、ワードよく使うのデヘア、まあ、あの辺りをよく使うかなと。初めて来たぞ、言った感じですね。身長が高す、スピード瞬発もまあまあ、いやー、ブフォーか、はい。あとはカジェホンだけなんだけどね。カジェホン、カジェホンな、なんか当てようと思って当てる選手じゃないよね、カジェホン。カジェホンで、俺カジェホン、カジェホン、カジェホン、うん、向こうにいたもんな、全然よくわかんないから言われてるから、ライがならないからな。まあないね、はい。メルテンスとかまだ当たりいるから、ね、いっぱい言うてない。あ、メルテンス欲しいね。メルテンスいる、これはあれだったね。まあでも普通にこのイングランドガチャはだから本当にあれだよね、後ろの最強センターバック、イタリアでしょ、イタリアでしょ、そう、イタリアガチャは後ろの最強バックを、揃えることができるから。そうだな、まあ珍しく来るより金の方が欲しいという、そう、本当にね、 そこのところはあるからね、うん、あ、ズレちゃう、ズレちゃう、シャカシャカ、うぅ、カジェホ、予言者なの俺は。え、未来から来たの、言うとこか、じゃあ、うん、ワールドカップね、日本ね、ギリいけるよ、ギリね、ほんと、よっしゃー、ギリ突破できる、ない、セネガルの人腹痛多いからあの、やっぱロシア寒い、腹壊して夕食前に食ったボロシチがね、やっぱ当たるんだよねロシア料理、あんまりアフリカの人にロシアの料理は合わない、合わないと、いや、すごい、これボーナス全員揃った、だ、言ったじゃん、おめでたーい、予言者来たの、カジェホンがまあこんなに欲しいとは思わなかったいやさ、ボーナス選手を2人抜きするというすごない、うん、もうあといるから、ギリ行くよ、よっしゃー、あと何回、168だからあと2回、よし、あと3回か、じゃあ金でね、クリバイとかマナラスとか来ればもうワンバンザイだと、もう一回ちょっと予言しといて、いや、それもうやりすぎ、やりすぎ、それやりすぎあのね、こすっちゃダメ、あのね、あの欲張りなの、あー、分をわきまえろと言いたい俺は、何で足早いか、たまらないやろ、足早い、
いやー、ドンピシャで抜いてきたね。うん、すごいよ。なんか、カジホンってさ、普通に当たったらあーみたいな感じだけど、やっぱボーナス選手になってると嬉しいね。嬉しい嬉しい。いや、でもなんかすごいわ、これで全員揃ったわ。あと1回、あと2回、あと2回だね。金だね、もうこうなったら金。あー、相手の銀。もうベンタンクールじゃん。あー、ベンタンクールどう。あー、あー、あ、いやでもね、結構いいんじゃない。あ、5か。あー、でもワンパ持ってるしね。プレイされ何。あ、ボックスボックスか。中央無銀だからね。ベンタンクールね。いやー、あと1回か。なんとかね、やっぱね、クリブルバイオがさ、どうなんだろうね。ただでもこれボックスドールだから、そう、本当に欲しいと思ってて突ろうと思ってる人は、まあ、課金するんだったらありかな。まあまあ、いや間の金、銀3連続、うん、すごいな、イケメンだね。うん、はい、ファミコンとかが強そうな顔してるね。フルいや、まあ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 、まあ、なかなかいいんじゃない。いや、これはだってそのボーナス選手欲しいかったから、まあ結構ね、本当に神引き、まあおもちゃ TV 的には本当にこれ神引きだったかなと言った感じでね。あとはフィーゴだな。まあでもフィーゴこの前さ、当てようとしてさ、上振れでアザール来たじゃん。そういうこと。なんかね、まあフィーゴもちろん欲しいんだけど、言うてね、フィーゴガチャはね、他の黒の人見ても今日にんまりしちゃうんで。いや、ちょっとめちゃめちゃいい選手しかいないからね。にんまりしちゃうってのが笑うよね。まあ、ベールでもさ、めちゃめちゃ欲しいじゃん。サンチェス欲しい。で、ロナウドだって、なんかその、うん、なんていうのかな、ちょっとテンスカット用のロナウドが今ちょっと欲しい感じだから、それもいいし、サラは来てもいいし。まあ、インシーニアもね、うん、スカサブで出てくる人とか、あとウィリアン、ペペ。ほんと、まあ、これといったはずらはそんなにいないよね。いないね。ちょっとリマリアうんって感じだけど。リマリアどうなんだろう、最近使ってないからね。最近使ってないけど、もしこれを機に、よく使ってたよ、あの前はね。といった感じで、まあ、今回ね、イタリアリーグのガチャ引いてきたということで、まあ、結構20回回して、黒が3体、はい、まあ、来たんで、まあ、なかなか良かったんじゃないかなと思います。はい、日本代表ね、これからも応援していきましょう。頑張れ、新鮮に。西のジャパン。西のジャパンね。あ、オッケー、頑張れ。ということで、また違いましょう。さよなら。ゲス委員長。